にちは、こんばんは、ニッタです。皆さん、超探偵事件簿レインコードを楽しんでいますか？ニッタの方は前回の動画投稿をもちまして、配信可能範囲の第2章まで収録と投稿まで終わってるんですけども、一つね、まだみんなと楽しんでないところがあるなと思いまして、というのも作中ね、ゲームを進めていきますと、記憶の断片という死神ちゃんの形をしたフィギュアを拾うことができるんですけども、そちらのフィギュアを拾うと、それぞれのキャラクターといいますか、フィギュアの色に合ったキャラクターとの物語、ゆうまくんとの物語が見れる、探偵たちとの語らいという部分があります。あったんですけども、なんとそちらを何一つ見ずにですね、ラストまで実況の方完結してしまったということで、ちょっと今回は、第2章までの中で見れる語らい部分を皆さんにもお見せできたらなと思います。いや、このね、語らいがすごくいいんですよなんだろう、初対面の時の温度感からなんかストーリーを通して少しずつ友情が育まれるというか、なんというかね、結構ね、好きな部分だったりします。と、今回もね、ニッタも喋りつついつものように撮ろうかなとも思ったんですけども、今回はね、ちょっとこの後ニッタの声は入れずにそのまま行こうかなと思います。と、初めて見る方、もう一度見たいなっていう方、あとは他の実況者様のところでね、楽しんでいらっしゃる方ももちろんいると思いますので、そこでね、見てない語らいだとかそういうのありましたら、ピックアップして見てみるのも楽しいかと思います。それではどうぞ。はぁ、どうしたんですか、所長。ため息なんかついて。いや、別になんてことはないさ。ただ、お前らが来てからっていうか、金井区最大の秘密の調査が始まってから、ほら、気の張る毎日が続いてるだろ。そのせいで、気疲れしてんだろうな。何をしてても、気が休まらなくってさ。なるほど。ったく、前までの退屈な毎日が懐かしいよ。確か僕たちが来るまでは不倫調査や猫探しばっかりだったんでしたっけ。ああ、ぼーっと窓の外の雨を眺めて、たまに依頼者が来たと思ったら不倫調査の依頼で、ターゲットを尾行するとやっぱり不倫していて、そのことを奥さんに告げるとやっぱり泣いて、そんな毎日の繰り返しだったよ。こんなことを言うと不謹慎かもですけど、なんていうか、あまり楽しくなさそうですね。地味っていうか、退屈しちゃいそうっていうか。まあな。でも言うだろ、職業に寄せんなしって。華やかな仕事が偉いわけじゃないし、地味な仕事がダメなわけじゃない。大切なのは自分の仕事に誇りを持てるかどうかだ。へえ、もじゃもじゃ頭のくせにカッコつけちゃって。ん？どうした？急に黙っちまって。予想外に立派なことを言うので感心してしまって。予想外って、俺のことどんな風に思ってたんだよ。すみません、でも本当に感心しました。そうですよね、職業に寄せんなし、肝に銘します。ああ、そうしてくれ。特に超探偵なんかとつるんでるとありもしない特権意識を抱きがちだからな。確かに、すごい人たちのそばにいることで自分もこっち側だなんて思ってしまっていたかも。気をつけないとな。あ、仕事論ついでで言うなら、これもよく言うよな、汗を流して働いた後の酒はうまいって。確かに、よく聞きますね。でも、あれは嘘っぱちだな。だって、酒はいつ飲んだってうまい。どうせうまい酒なら、働かずに楽して飲んだ方がいいに決まってる。お、どうした？また黙りこくって。俺の大人の意見にまた感心しちまったか？いえ、
悪いですけど、さっきの感心したっていうのは撤回しようかなと。はあ、なんでだよ、撤回するの早すぎだろ。キャッキャッキャ、ご主人様と夜行との絆が深まったね。ただいま帰りました。って、どうしたんですか。ああ、ユーマか。もう俺はダメだ。だからどうしたんですか。それがさ、デスヒコとハララがギャンブルで揉めたんだ。ほら、あいつら二人とも頑固だろ。いくらなだめようとしても収拾がつかないで、どうしたもんかと思ってたら、そこにフブキちゃんが来てさ、喧嘩はいけませんなんて言って首を突っ込むもんだから、なんつうかしっちゃかめっちゃかになって。想像できます。最終的には二人とも面倒になったのか、適当に仲直りしてくれたんだが、あいつら全然これっぽっちも俺の言うこと聞かないのな。あんな化け物連中、これから束ねてく自信ねえよ。俺って上司向いてないのかな。そんなことないですって、所長は立派にやってますよ。俺が立派？それってどこがだよ。どこが？そうですね。それうまく言えませんけど、所長は立派に所長をやってます。無理やりにも程があるだろう。でもありがとうな。笑ったらどうでもよく思えてきたわ。もう少し上司やってみるよ。ようやく機嫌直したみたいだね。よかった。そうだ、ついでなんですけど、実は相談したいことがあって。相談？はい、奥の記憶についてです。このままじゃ全然思い出せそうにないので、作戦っていうか今後どうするべきか一緒に考えてもらえないかと。ああ、悪いけどそういう堅苦しい相談は俺の管轄内だ。え？そんなことより落ち込んだら腹が減っちまったよ。ちゃんと肉まんは買ってきてくれたか。あ、からしをもらうのも忘れてないよな。悪い人じゃないのは確かだけど、もしかしたら本当に上司には向いてないのかもしれないな。キュッキュッキュッ、ますますご主人様と夜行との絆が深まったね。なあユーマ、折り入って頼みがあるんだが。え、何ですか。その、なんつったらいいんだろうな、どうしたんですか。遠慮してるんですか。所長らしくもない。そうだよな、俺とユーマの仲だもんな。そうですよ。それじゃ、遠慮せずに言うぞ。だな、その、ちょっとばかし金を貸してほしくてな。無理です。はあ、なんでだよ。俺とユーマの仲だって言ったろ。言いましたけど、お金なんてありませんもん。ない袖は触れませんよ。ち、最近の若いのは溜め込んでるって聞いたのにね。っていうか、なんでお金が必要なんですか。さすがに僕よりは持ってるはずですよね。いや、最近酒の量が増えててさ、そのせいで生活費が。自業自得じゃないですか。はあ、冷たい部下だな。まったく、サクッと儲かる仕事でも降ってこねえかな。ああ、俺に超探偵みたいな能力があれば簡単に荒稼ぎしてやるのに。あ、それ僕も思ったことあります。小探偵の能力って
お金儲けに使おうと思えば一発で大金を稼げそうですもんね。なあ、なのにあいつらなんで探偵なんかやってるんだか、ちっとも理解できねえよ。そういえば所長って今まで何人もの超探偵に会ってきましたよね。あ、そりゃまあな。これまで会った人の中でも特にすごい能力ってどんなものでした？どんな超探偵がいるのかちょっと気になって。すごい能力か。何の能力もない俺には何だってすごいと思うけど、まあ中でもビビったのは犯人の心の声が聞こえるってやつだな。え、それって探偵として最強なんじゃ。ああ、世界探偵機構のウルトラエースだ。実際に目の当たりにした時はへこんだよ。こんな化け物と一緒に探偵なんて名乗っていいのかって。確かにそれは考えちゃいますね。実際僕もここで他のみんなといるとへこむことばっかりですし。でも能力がないからって劣等感ばかり育ててもしょうがないぞ。人間配られたカードで勝負するしかないからな。時と場合によっては雑魚カードでもジョーカー張りの力を発揮するなんてこともある。それで言うなら何の能力もないってそもそもカードを持ってないってことなんじゃ。そんなことねえよ。能力がないからこそできることもある。そんなことありますか。ああ、長年の経験だ、断言できるぜ。それってどんなことですか。ちょっと自分で考えてみたらどうだ。なんだと思う。能力がないからこそできることか、なんだろうね。一般人の気持ちが分かることですか。ああ、その通りだ。それこそ人の心を読む能力があれば情報として気持ちを知ることはできちまうが、でもそれじゃあ同じ持たざる者として誰かに寄り添うことはできない。多くの人と同じく持たざる者であるということ、これは時として探偵にとって大きな武器になる。だからお前も能力がないとなっても落ち込むことはないぞ。はい、肝に銘します。それにしても所長ってほんとたまにいいこと言いますよね。なんだよたまにって。それじゃあ俺は普段はボンクラみてえじゃねえか。キュッキュッキュー、ますますご主人様と夜行との絆が深まったね。から話しかけなくちゃだよな、見習いだし。でも何を話せば。気まずいか。え、人間が二人揃えば会話をするのが自然。そんな凡庸な価値観に従って足りない頭を回していたのだろう。それはまあ。ならここは一つ僕とギャンブルを打つというのはどうだい。え、でもギャンブルは禁止って所長が。上司に禁止と言われたからやらない。そんな論理で僕を説き伏せられるはずがないだろう。それにギャンブルは探偵にとって必要な素質を育てるのにとても向いているんだ。君のためにもなると思うぞ。探偵に必要な素質って何ですか。何でも人に聞かずにまずは自分で考えたらどうだ。そうだそうだ、自分で考えろ。探偵に必要な素質、しかもギャンブルで育まれるものって、洞察力ですか。そうだ、ギャンブルはただの偶然に支配された勝負ではない。例えばポーカーならディーラーや相手の表情、
これまで場に出されたカード、それらを観察し自分なりの推論を立てて、そこで初めて勝負が始まる。どうだ、探偵に必要な力そのものだろう。言っていることはわかりますけど、でもいつまでつべこべ言っているんだ。ここまで僕に講釈を垂れさせたんだ。せめて一戦付き合ってもらうぞ。そんな僕がハララさんと勝負なんて、相手になるわけないじゃないですか。安心したまえ。まずは賭け金はなしでプレマッチからだ。いきなり初心者をかもるようなことはしないさ。それなら。やった、ハララさんに勝った。簡単なコインの裏表当てとはいえ、なかなか筋がいいな。それって僕にも探偵の素質があるってことですかね。ああ、そう考えて間違いないだろう。では次は本番。まずは賭け金1万支援からだ。はい。こんなはずじゃ。愚かだな。プレマッチで僕が負けたのは、君を気持ちよくさせて勘違いさせるため。わざとに決まっているだろう。君が調子に乗って僕とのギャンブルに乗るようにな。そんな。ああ、見事にはめられちゃったね。まあ相手が悪かったよ。いい勉強になっただろう。探偵に一番必要な素質は、何においても人を疑う心だ。しばらくの間利子は取らないでやるが、返済計画を立てたらすぐに教えるんだぞ。鬼だ。ハララさんに人の心はないんだろうか。キュッキュッキュン。ご主人様とハララとの絆が深まったね。どうした？僕を呼び出すとはいい度胸じゃないか。何かそれ相応の理由があってのことなんだろうな。あの、前にハララさんは言ってましたよね。ハララさんの過去史は世界探偵機構に入って3日で得したものだって。ああ、もっとも世界探偵機構に入る前からサイコメトリーの能力自体はあったがな。しかし急にどうした？やっぱりどうしても気になってしまうんです。本当に僕には探偵特殊能力がないんでしょうか。例の能力共有があるじゃないか。あれは僕の能力じゃないんじゃなくて、そのまたちょっと違う感覚というか。とにかく僕はまだ自分に探偵特殊能力がないって諦めきれないんです。だからそれを確かめたいというのか。はい、その通りです。探偵特殊能力について事務所で一番詳しそうなのはハララさんだと思って。だからもし僕に能力があるなら、それを思い出すのに役立つことを教えてもらえないかと。あ、ずるい。また他人を頼ろうとしてる。いいだろう。10万支援だ。10万ですか。やっぱりただでとはいかないよな。でもそれで能力が思い出せるなら安いもんだ。わかりました。今は手持ちはないですけど、いつか絶対に払います。よし、それでは契約成立だ。時間の許す限り役に立ちそうな情報を教えよう。まずは前提からだが、超探偵の持つ能力は元々の才能や素質とリンクしているケースが極めて多い。元々の才能とリンク。例えば人の心の声が聞こえる超探偵は、その能力に目覚める前から人の気持ちを想像する力に長けていたり、体から発電する超探偵は元々帯電体質だったり、探偵特殊能力に目覚める前からその片鱗は垣間見えているということだ。僕の過去史の前提となるサイコメトリーはほぼ生まれついてのものだ。は
原田さんはもともととんでもない能力を持っていたんですね。でもどうしてそんな能力を？説明は難しいな。僕のように飛び抜けて優秀な探偵を一般的な論理で語れるわけがない。そうですか。それよりも君の能力についてだ。君の才能、長所なんかが分かればそこから能力を予測することができる。もっとも本当に君に能力があれば。だがな。僕の長所ですか。君のことは君が一番理解しているだろう。考えてみろ。僕の長所と言ったら、強いて言うなら諦めない心ですかね。そういう気持ちは自分でもある方かなと思います。キャッキャッキャ、自分で言っちゃってるよ。なるほど。自らの能力についてまだ諦めていないのがその勝者と言えるかもな。だが諦めない心、執念深さか、そこから導き出される能力は、もしかしたらユーマの能力は不死にちなんだものかもしれないな。不死？ああ、あくまでも推論に過ぎないがな。死んでも死なないだなんて、まさしく執念深さを体現した能力だと言えるだろう。確かに。でもそんな能力があるかどうかなんて確かめようがないですよね。そんなことはない。試しに死んでみればいいだけだ。え？なんだその顔は。冗談に決まっているだろう。わかりづらいですよ。それではそろそろ頃合いだな。時間切れだ。僕はここで失礼する。支払いの10万支援忘れるなよ。あ、待ってくだ、言っちゃった。能力を思い出せるかどうかよりも借金の方が心配になってきたな。キュッキュッキュ、ますますご主人様とハララとの絆が深まったね。どうしたんですか。そんなあからさまにため息なんかついて。たく、なんでおめえは男なんだよ。え、なんですかいきなり。おいら期待してたんだぞ。所長が最後の一人を連れてくるって言った時、来るのはキャッピキャッピの可愛い子ちゃんで、その子はオイラの活躍を近くで見るうちにいつしか心惹かれて、そんな二人は周りに内緒で事務所内恋愛、そんなムフフな展開をよ。はあ。ところが所長が連れてきたのはむさ苦しい記憶喪失のガキ。まったく無駄に期待させやがってよ。いいんだ、自分だってガキみたいなちびっこのくせに。そんなのデス彦さんが勝手に期待しただけじゃないですか。はあ、男子だったら誰でもそんな期待すんだろ。トイレに行って手を洗わないくらいの男子あるあるだろ。僕は手は洗いますけど。ええ、面白くねえな。オイラの順調をもてあそびやがってよ。え、まさか本気で拗ねてます？なんで本気じゃねえと思うんだよ。本気でガチでマジな拗ねだぜ。そんなめちゃくちゃな。っていうか冗談半分の軽口だと思ってたけど、まさか本気だとは。このまま拗ねられ続けても面倒だし、機嫌を直してもらった方がいいんじゃない？とは言ってもな。そもそもなんですけど、事務所内恋愛はどうかと思うんですけど。はあ、
何を言うかと思ったら、なんだよそのクソ正論。いや、事務所内っていうか、デス彦さんに恋愛は向いていないんじゃないかなって。なんだと？オイラ以上に女の子の気持ちが分かる人間はいねえぞ。オイラ毎日どんだけ女の子のことを考えていると思ってやがる。いや、そうじゃなくてですね、デス彦さんみたいな魅力的な男性はそういないから、一人の女の子と恋愛っていうのはやめておいた方がいいんじゃないかなって。ん？デス彦さんくらい魅力的なら何人ものファンを作る方が向いているっていうか、そっちの方がデス彦さんらしいかなって。どうだ？どうだ？そうか、確かにそう言われてみりゃそうだな。まあ、おいらはそんなフラチな男じゃねえけど、おめえがそんな風に思うのもしょうがねえか。おめえ意外と可愛いとこあるじゃねえか。おい、他の奴らにいじめられたらおいらに言えよ。ズバーッと助けてやるからよ。はい、ありがとうございます。なんとかこの場は収まったけど、これから仲良くやっていけるんだろうか。キャッキャッキャ、ご主人様とデス彦との絆が深まったね。ユーマさんと事務所で二人きりになるのはこれが初めてですね。ああ、確かに言われてみればそうですね。そうだ、せっかくだからコーヒーでも入れましょうか。あ、それとも紅茶の方が。どっちがどっちでしたっけ？どっちがってどういう意味ですか？なんと言えばいいのでしょうか。色が濃いのと薄いのと、どっちがコーヒーでどっちが紅茶でしたっけ？とにかく色が濃いのがコーヒーです。ああ、そうでしたね。言われてみたらそんな気がしてきました。でも困ったものですね。私こんな感じでよくどっちがどっちかわからなくなってしまうことが多くて、コーヒーと紅茶もですし、エレベーターとエスカレーターも、それに右と左、あさってとおととい、どっちがどっちかわからないものだらけなんです。それは大変ですね。あ、他にもこんなこともありました。私つい最近まで慰謝料のことをお医者様にお支払いするお金だと勘違いしていたんです。それはちょっと今までのとまた違いますけど。とんでもない天然だね。こんな感じで今までよく生きてこれたもんだよ。吹雪さん、他にもそういう勘違いが原因で困ったことってありましたか？困ったことですか。なんだかんだでなんとかなってきたことばかりですが、そういえばあれは困ってしまいましたね。何ですか？よければ聞かせてもらえますか？はい、もちろんです。あれは私が10歳くらいのことでした。私のお屋敷の近所に空を飛べる高校生がいると噂になったんです。私はぜひ会ってみたいと思ってその方のところを訪ねたのですが、なんとその方は飛行少年ではなく飛行少年だったのです。そんな漫談みたいな。でも困ったのはここからなんです。そのお方は不良というよりも過激派と呼ばれる方だったらしく、私がクロックフォード家の娘だと知ると私を拉致して立てこもってしまったのです。立てこもり？はい、そうして政府に要求を出したんです。私を無事に返してほしければ憲法を改定しろと。それでどうなったんですか？
私も昔のことなのでよく分かっていないのですが、結局法律をちょっと変えるということで私は釈放されたようです。法律をちょっと、さすが超探偵、いやクロックフォード家の人だからか、エピソードもぶっ飛んでるな。コーヒーと紅茶なんかで心配していた自分は恥ずかしく思えてくる。キャッキャッキャー、ご主人様と吹雪との絆が深まったね。今日は付き合っていただいてありがとうございました。ユウマさんのおかげで人生初たこ焼きデビューできました。いえ、一緒に食べただけですから。でも吹雪さんがたこ焼きを食べたいだなんて意外でした。え、なぜ意外なのですか。まさか私の顔がたこ焼きに似ているので共食いだとでも。そんな失礼な話じゃないですよ。別に似てないですし、だって吹雪さんってすごいお嬢様なんですよね。この前もそのせいで拉致されたって。それなのにたこ焼きが食べたいだなんて意外だなって思って。ああ、そういう意味でしたか。ですが私はそんなにお嬢様ではありませんよ。生活も至って普通でしたし。そんなことないと思いますけど。そうですかね、至って普通だと思いますけど。あ、それじゃあいくつか質問させてください。そうしたら吹雪さんがどんな生活をしていたか想像がつくと思うので。なるほど、それでユーマさんが満足するのなら3サイズでも暗証番号でも何でも聞いてください。いえ、そんなのは聞かないですけど。じゃあまずは手始めに、ご実家に部屋の数はいくつありましたか。部屋の数ですか。そんなことを考えたこともありませんでした。まずはキッチンが 1,2,3,4,5。 あれ、わからなくなってしまいました。すみません、大きい数を数えるのはあまり得意じゃなくて。いえ、今ので十分です。もうこれ以上質問を続ける必要もないけど、なんだか少し面白くなってきたな。じゃあ次は、ご両親はどんな車に乗っていました。車ですか。あいにく私の家に車というものはありませんでした。そんなはずは。車って分かってますか。あの四輪で道路を走っている。はい、この街でも見かけますよね。ですが私の家にはあんなに小さくて可愛い移動用の小屋はありませんでした。移動用の小屋。きっと吹雪さん家の車は大きさから何から桁が違うんだろうな。じゃあ最後に、今までにもらった一番高価なプレゼントって何でしたか。プレゼントですか。そうですね、一番高価だったかどうかは分かりませんが、一番嬉しかったのは家族で星を見たことでしょうか。え、星。私が誕生日を迎えたその日、とても大きな星が輝いているとお父様が教えてくれたのです。それをお父様とお母様と見て、その時間が私にとって一番のプレゼントでした。私の両親は忙しい人で、普段あまりそのような時間はなかったので。あれ、どうされましたか。いえ、なんだか自分が恥ずかしくなって下世話なことばっかり質問してしまって。吹雪さんがどんなにお金持ちでも、吹雪さんは吹雪さんなのに。私は私？確かにそれはそうですけど、ユーマさんは私をどんな人間だと思っているのですか。僕が吹雪さんをどんな人間だと思ってるか。それはもちろん、
素直な人です。お金持ちとか天然とか他にもいろいろと要素はありますけど、なんていうか吹雪さんの軸にあるのは素直さだと思います。私が素直かどうかはともかく、そう言ってもらえて嬉しいです。素直ですよ。じゃなかったら親御さんと星を見た時間が一番のプレゼントだなんて。あ、でも思い出しました。その後でその星をお父様に買ってもらったんです。一番高価かどうかは分かりませんが、一番大きなプレゼントであることは間違いないですね。こんなに素直に驚けるってことは、記憶を失う前の僕はきっと庶民だったんだろうな。キャッキャッキャ、ますますご主人様と吹雪との絆が深まったね。雑用仕事も一段落ついたし、コーヒーでも入れようかな。ごめんね、鼻にすすが入っちゃって。ビビアさん、いたんですか？うん、ずっとね。いるなら声くらいかけてくださいよ。びっくりするじゃないですか。そうだね、ユーマくんが嫌じゃないなら次からはそうするよ。嫌じゃないのでお願いします。私に話しかけられても嫌じゃないなんて、ユーマくんは優しいね。でもさ、なんでいつもそんな狭いところに潜り込んでるんだろうね。そこ落ち着くって言ってましたよね。でも普通にソファーとかベッドの方が良くないですか？ああ、もちろん体へかかる物理的な負荷や数値で表せる快適さではそうだろうね。でもここにいると思い出せるんだ。思い出せるって何をですか？さあ、何だと思う？ビビアさんが暖炉の中にいると思い出すこと。何かいい記憶ですか？ああ、そうなんだよ。私は幼い頃、両親によく言うことを聞かないからと物置に閉じ込められていたんだ。ここにいるとその時の記憶が蘇るんだよ。え？閉じ込められてたって全然いい記憶じゃないんじゃ。むしろトラウマになりそうですけど。私にとってはいい記憶なんだ。私は兄弟が多くてね、両親の愛に飢えていたんだよ。だからどんな形であれ、両親が私に時間を割いてくれたのは嬉しかったんだ。そうですか。そうだ、ユーマくんもよければ一緒にどう？背中が痛いのにさえ慣れてしまえば、なかなかどうして悪くないよ。いえ、遠慮しておきます。キャッキャッキャー、ご主人様とビビアとの絆が深まったね。ビビアさんと二人きりにもだいぶ慣れてきたな。そういう人だと分かったら沈黙も気まずくないし、無理に喋らなくてもいい分、他の人といるよりも気楽かもしれない。ああ、いつか死にたい。え、何ですか、いきなり。あれ、声に出てた？ええ、思いっきり。ああ、ごめん、驚かせちゃったね。次からは声に出ないように気をつけるよ。いや、独り言は別にいいんですけど、内容が物騒なので。でもフィビアさん、たまにそれ言ってますけど、いつかってどういう意味なんですか？ん？どういう意味って？だって人間って誰しもいつか死ぬじゃないですか。
早く死にたいだったらわかるんですけど、いつかってまるで死ねない人の言葉みたいっていうか。あ、もしかしてビビアさんって本当に死なない体質だったり、だからいつか死にたいだなんて違和感のあることを言うんじゃ。え、まさかの不死身属性。素敵な推理だね。まあさすがに違いますよね。さあどうだろう。どうって。でも死なないだなんてまるで物語みたいだね。とてもロマンチックだ。ユーマくんは永遠の命を手に入れたら何かしてみたいことあるかい？永遠の命を手に入れたらしてみたいこと。世界中の人と話してみたいですね。一人の人間が一生のうちに話せる人数は限りがあると思いますけど、永遠の命があったらそんなこともできるのかなって。素敵だね。まあある人数を超えたら類型化できて退屈してきそうだけど、他にはどうだい？他に？僕が永遠の命を手に入れたらしてみたいことは、特に思い浮かばないですね。意外に早かったね。え、早かった？人間の欲望に底はない、そんな風に言う人がよくいるけど、でもそんなことはない。何事にも終焉、そこはあるんだよ。ユーマくんが今は特にないって言ったみたいにね。いや、今の僕のはただ思い浮かばなかっただけですけど。でも結局いつか欲望は尽きるんだよ。欲望が尽きる前に死ねるように人間には寿命があるんだ。はあ。それなのに永遠の命なんかを手に入れたら大変だよ。初めは楽しいだろうけど、いつか、でも絶対に何も欲しくなくなる。そして全てに飽きた時、人は決まって思うんだ。いつか死んでみたいって。全ての欲望がなくなった瞬間に死にたいという最後の欲望が生まれるだなんて。よくできた話だよね。そうですかね。あれ、でも待ってください。今の話だといつか死にたいなんていうビビアさんはやっぱり不死身ってことになりません？ユーマくんがそう思いたいならそう思っていてもいいよ。いや、そういうことじゃなくて。今日はここまでにしておこうか。そろそろ私は本の世界に帰らなくちゃ。ああ、煙に巻かれたのか、単にこういう人なのか、それすらもわからない。いつかビビアさんと仲良くなれる日は来るのだろうか。キャッキャッキャー、ますますご主人様とビビアとの絆が深まったね。